おはようさん、リーゼントデカこと秋山です。ずっと張り込みしてたんです。ある日車に乗って急発進でバーン逃げたんです。とんずらしたんですよね。おい、これで出たこい。これ一刻も争うぞ。手がかかった敵を見せば2つ3つ4つ警備団マイナスぐらい前田に乗るトロスとしてはいらん。この事件の本星被疑者は小池。これは証拠集まりました。ただ小池自体がもう全国どこへ逃亡したかわからん状態になってしまったよね。こうなるとですね、まあ、北海道か沖縄、まあ、見当たり捜査とか、聞き込みする、これ、限界があります。やはりポスターなんですよ。最初ね、小池のポスターもね、まあまあ普通のポスターだったんですよ。ピンときたら110番で、定型的なポスターですよね。ところが最初はまあ情報があったんですけれども、だん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 もう小池情報もなくなって情報が低迷した。そんな時にね、当時のね捜査第一課長が捜査員にね、ちょっと目立つようなインパクトあるような見てくれるようなポスターを考えてみよう。でまあ我々素人の捜査員がまあ考えた、我々捜査員が考えたポスター、この男二人殺して焼いた顔、この男二人殺して焼いた顔。当時の捜査一課長、お前らバカかみたいな、やり直しってめっちゃ怒られましてね。焼いた顔はちょっときついぞ。ある捜査員が大阪芸大にポスターを専門にする、まあ、教授がおるぞっていう話を聞いてきて、大阪芸大に行ってポスターを作ってもらった。できました。おい小池、これすごいな、インパクトあろと。今までの警察、全国警察に歴史がない。このポスターだったら本当全国の人が見てくれて情報があるだろうともう思いましたね。ところがね、絶対捕まえる。もう一つは 50%50% で、もっと不安があった、心配事があったね。でその年の全国指名手配月間っていうのがあって、バーン全国流した。情報バーン、捜査本に電話がガーンになったんです。全国の小池さんのお父さんお母さんが、あんたね、うちの息子がいじめられるんだよ。子供さんが、おい小池っていじめられたそうなんですよ。これが私 のちょっと不安だったね。おい小池ですから。で捜査本にじゃんじゃん苦情の電話ありましたけどね、捜査員が全員が一つ一つ説明したら、まあ、納得してくれて、その後に数日経てば電話もなくなって、その反面ですね、全国からよく似た男がおるみたいなね、ゼロに近い低迷だった情報が一気に情報が来まして、で専従捜査員がその情報をもとに全国飛び回った捜査が展開しました。見当たり捜査、聞き込み捜査、それも含めてもう一つはね、テレビを通じて情報提供もやったんですね。ある日テレビ局のプロデューサーの方がやってきて、全国の名物刑事として出てくれないかと。実は私も刑事なんで、捜査っていうのは秘匿の捜査が原則なんで、私自身は出たくないですって断ったんでね。やっぱり秘匿捜査ができないんで。だから当時の石川がね、秋山出ろって言うんですよ。いいんですかみたいな。一つだけ条件を作ったんですね、小池のポスターを秋山が出るんと同時に、このポスターをどんどん出せと。私と小池のポスターをどんどん流して、それも一つの情報提供になるんで、全国の国民の方々が我々捜査員と同じようにね、捜査員の目、そして捜査員の耳になってもらって、小池探ししてもらったら必ず小池を逮捕できると。ほなじゃんじゃん電話があったんですよね。特にやっぱり小池が生まれ育った北海道多い、
小池っていうのは結婚して、まあ、淡路島に来た。だから北海道の情報がバンバン入ってきて、小池のことをやっぱり知っている人もおったし、道民のほとんどの人がもう小池探しをずっとやってくれたんですよ。その情報をもとにね、小池の指紋まで頭に入れて、片道切符で北海道行って、その大将さんに会って指紋まで確認して、本人と話しながら、捜査を進めた。岡山っていうのは、実は小池が逃亡した時に小池の携帯でもね、その位置情報をまあ請求して、で位置情報を取ったら岡山が最後だったんですね。北海道、そして岡山、このエリアっていうのはかなりの時間を費やして小池捜査をやったんですよ。そのうちに殺人の時効が15年なんで、ちょっと我々捜査員もちょっと焦りがあったんです。ただ捜査を進めよった時にちょうど時効が撤廃したっていう法律になったんですよね。ちょうどその頃に千葉のね、外国人殺害の市橋、これが捕まったりとか、オウムの高橋とかね、次は小池の番と、時効も撤回になる、そしてほとんどの指名手配も、重要指名手配も捕まる、このチャンスに乗るぞと、またポスターを一新するかっていう案が出たんで、芸大の先生に持って行きました。次にできたポスターが、おい小池、そろそろだ。ちょうどこれ休日でね、私も警察官舎で、いたんですけど、電話があったんですね。はい、秋山です。当直です、小池が死亡して岡山で見つかりましたっていう一報だったんですよ。と思って、私はすぐにね、身元確認はっていうと、指紋ですっていう回答だったんですよ。はあ、指紋だったら小池に間違いないな。ガックー、2人目が激痛で走ったんですよね。そのままにすると失明すると。決して徳島県警の捜査を察知されて飛ばれるっていうんじゃなくて、そういう気があって逃亡したと。全国の方々を防犯活動できるようにするには、皆様方の応援が必要となりますので、チャンネル登録と高評価をよろしく。